110m ジュニアハードル続いて第4組8名全員の出場です。 四組がスタートです。さあここで先頭は二連。二連はカニ君岐阜紅葉。リプレイをどうぞ。 2連のカニくんが1着でフィニッシュです。スクリーンをご覧ください。4組1着はカニくん紅葉15秒28。2着神原くん大阪篠之目15秒41。3着藤原くん小勝15秒50。追い風0.8メートル。4着以下はスクリーンをご覧ください。